クロノスを父に持つケイロームは、不死の半人半馬でした。半人半馬のケンタウロス族は野蛮で粗暴とされていますが、ケイロームは違いました。音楽、医学、予言、狩猟に長けたケイローンに学びたいと、多くの生徒たちが集まりました。ケイローンはペイリオン山に住んでいました。よし、今日の授業も終わったわい。老師。おお、これはヘラクレスじゃないか。老師、お久しゅうございます。お元気でしたか？うむ、不老不死だからの。で、今日はどうしたのじゃ？ケイローンは多くの英雄に教育を施していました。双子座のカストール、アルゴー戦のエアソーン、英雄アキレス、医学の天才アスクレイピオス、そして今現れたヘラクレスが有名です。ヘラクレスは神託で示された十二光稜の一つを成すためにケイローンの住処の近くまでやってきたのでした。おお、あなたが有名なヘラクレスさんですか。お噂は金がね。はっはっは。いやはやなんの。先生の教え子さんだったともいうことで、今日は食事を用意させていただきました。それはありがたい。では、こちらへどうぞ。どうですか、お口に合いますでしょうか。こりゃうまい。閉じ込められた肉汁が噛むたびにほとばしる。それでいて赤肉の味がしっかり感じられる。なんかすごい。ちょっと酒が飲みたくなってきたな。すみません、お酒はないんですよ。ふん、知ってるぞ。ケンタウロス族の名酒ってのがあるんだろ。よくご存知で。でもそれはケンタウロス族共有のものですので、私の一存ではちょっと。なーに、いいじゃないか。この英雄ヘラクレスが所望してるんだぞ。え、でも。それとも何か、英雄でゼウスの子でもあるこの俺に逆らうのか。わかりました、持ってきます。ふん。どうぞ。なんかイメージと違うグラスだけど、ま、いいか。いかがですか。こりゃうまい。滑らかなタンニンとフルーティーな味わい、そして何よりエネルギッシュなこの香り。なんかすごい。香りがするから怪しいと思ったら、おい、ケンタウロス族の名酒を飲んだな。ヘラクレスさんがどうして持って言うんで。ヘラクレス、英雄かなんか知らんか許さんぞ。ふん。おぐ、ぐふ。なんで僕も。こうなったら。ふむ。逃げろー。ふん、逃がさんぞ。さすが下半身が馬だけのことはあるな。足が速い。しかし、甘いな。この俺からは逃げられん。ぐえ。あ、まさか。老師。なんか急に矢が降ってきたのじゃ。すみません老師。ああ、俺はなんてことをしてしまったんだ。ヘラクレスはケイローンの手当てをしました。しかし、矢にはヒドラの毒が塗ってあり、その毒だけはどんな治療も効きませんでした。毒による苦痛は大変なものでした。しかもケイローンは不死のため、毒の苦しみから逃れられないのです。ふむ。事情はわかったがのう。だが本当に良いのか。はい。もうこの苦しみには。ふむ。ちょうど不死の力を与えたいやからもおるしのう。お願いします。ありがたや。ちょっと気の毒よの。毒だけに。ケイローンの死を惜しんだゼウスは彼の姿形を模した星座を作りました。それがエテ座です。ご視聴ありがとうございました。